八チ正勝は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、大名、豊臣秀吉の古行の家臣、ハリマ・の城主、徳島藩主八チ家の家祖、署名はト島、通称は小六もしくは小六郎で、特に前者は広く知られているが、後に彦右衛門と改名している。家には十四位した修理大部。八チスカ・生誕地に立つ。 八塚正勝公サ八塚氏は、終わり国海東軍、八塚号を拠点とした国州で、正勝は、大英六年、八塚正カ・の長男として、八塚城に生まれた。聖母は不明であるが、その聖母は、彼が六歳の時、協力四年十一月七日に亡くなったという。武功山では、川波州という木曽川の水運業を行うことで、 利益を得ていた集団の一つであったとされているが、信憑性には疑問が提出されている。稲田大井之助、青山新七らと土豪勢力を成していたようであるが、詳しいことはわかっていない。しかし少なくとも、父、正敏の代より、美野斎藤氏に仕えていたようであり、それが理由で、織田信秀方についた一族とは、出来味方に分かれていた。 天文22年2月25日の父の死後、正勝は郷里を出て、斎藤道蔵に禁じした。農美の争いで、道蔵にしばしば用いられ、署名の年政も、道蔵より返帰を受けたものらしい。工事2年、道蔵と斎藤義達が争った長良川の戦いでは、道蔵側について、支給を挙げた。道造死後は、尾張国の岩倉城主、織田の部方に仕え、 翌年、岩倉城で反乱があった際に鎮圧に貢献して、玉物衣もを授けられた。しかし信方は、織田信長と犬山城主、織田信清の連合に攻められ、敗れて降伏。このため正勝は信清に一時的に仕えるが、信清も、信長と不和となって A67 年に開国へ亡命したので、信長に仕えるようになって、この頃、八須賀号に戻った。一では、 秀吉は、お出しに仕える以前に、正勝に仕えていたとも言われ、秀吉による推薦があって正勝は、信長の家臣となったという話もある。武功屋はを信じるならば、秀吉の父、八重門は、八塚正敏の配家であったことがあり、大和田哲夫は秀吉はその縁で正勝と信長とを、橋渡したのだろうと推測する。なお、信長の側室、 生駒吉野の父である生駒屋州とは同郷であり、田家雑録では、秀吉が織田氏に仕えたのは、正勝と縁のあった、吉野の推薦によるとしている。他方で別書によれば、正俊の室、安井御前は、秀吉の議定にあたる浅野長政とは、母方のいとこになるので、その縁で秀吉の寄り木となった可能性もあるとされる。矢萩川の野党、月岡義俊。 美談武者八景、矢作の落願。矢作橋における、八須賀コロクと、日吉丸の出会いを描いた、大番浮世絵武者へ。明治元年間。講談や、太抗記、絵本太抗記、新書記対記では、八須賀コロクは、野党の親分であったとされているが、そのまた人余剰のために集められた夜内豪党の、信州集団の番頭の一人というのは、 寛永三年以後に刊行された、尾瀬保安の大公記が秀吉の生い立ちを面白くするために作った話であり、蜂須家の子孫は長くその負のイメージに苦しんできた。橋場秀吉との出会いについても、老人時代の秀吉と矢萩川の橋で出会ったという逸話が特に有名で、浮世絵などにも描かれるなど、広く信じられてきたが、渡辺義助が公爵蜂須家の依頼により、 八須賀カ六正勝を執筆した際に、室町記のどの記構文を見ても、矢作川には、橋がなかったこと、私船が用いられていたこと、この逸話が拠点であることを指摘し、その後、矢作川に橋がかかったのは、江戸時代中期の元六年間であり、天正年間には、私船で溶かしていたことが立証された。桑田忠隆は、矢作橋の上で、 東俗の東領の蜂須賀古録と出会う話は絵本対抗記の作り話とし、大和田はさらに具体的に完成九年に刊行され始めた同作由来の話であるとして、その著者の竹内各斎の創作であると言っている。永6九年、美の国において、秀吉の手で果たされたスノマタ城の築城に、前の長安らと協力した土豪衆の一人として、正勝は弟、 また、重郎と共に、これに加わった。秀吉が城の首相とされた後も、寄力木として付けられて、斎藤方を調略する案内役として活動した。正勝はこれらの項で、信長により五十四村と五百官を褒美として与えられた。霧門霧門柏門 a 十1年、大見六角攻めでも、秀吉頼木として、三つ栗城の攻撃に参加。 同年、信長に従って上落した。永禄十二年、秀吉の大官として刑に泊まって、警備に当たり、5月、二条城が火災に見舞われた際には速やかに沈下したので、足利義明は正勝に、霧の門の入った羽織を褒美として与え、家門としての使用を許した。以後、正勝は霧門を衣類を用いるようになったが、後年、 秀吉も霧の門を用いることが許されるので、これをはばかって、八塚家では、柏門に改めている。また、信長も、正勝の手柄を伝え聞き、尾張かすが軍、三淵号に五千国を法相として与えた。元気元年、越前手筒山城、金ヶ崎城攻め、金ヶ崎の尻ぞき口で活躍。姉川の戦い、大見横山城の攻略で秀吉と従軍して、 功を挙げた。横山城が秀吉に任せられると正勝は城代となった。元気2年5月、堀州村がいた美の浦城が浅井一行一騎勢に攻められると、秀吉は正勝らを派遣して、これを救援させて撃退したが、その際に一番槍の手柄を挙げている。また、長島一行一騎との戦いにも従軍したが、この戦いでは弟、証言を失った。 天正元年、浅井氏の滅亡後に、秀吉が大見長浜城主となると、正勝には、秀吉の直親として、長浜領内にも、職有が与えられた。松平木によると、翌年、信長は、家中の主君、後進を選抜したが、秀吉の配下では、伊東氏三左衛門路城と正勝の二人だけが、選ばれた。天正四年の天王寺合戦に参加。 秀吉勢の先鋒を務めて、老眼一番の槍の手柄を挙げ、中村重友と共に、一期勢の首も多数挙げて、秀吉より感情と百国の数を与えられ、さらに信長からも、褒美として、縄文の軍意を直に手渡されるという栄誉を受けた。太平記英雄伝七十八八菅友六正勝天正五年から始まった、中国攻めには、秀吉の不大衆となった息子、 火星と共に従軍した。天正7年の針間三木白攻めでは、別所長春、小早川高影の攻撃を受けた平田城で谷森吉が廃止すると、これの反撃となった大村合戦では、小早川勢を撃退して200の支給を上げて、兵糧降奪も果たし、両前輸送を阻止した。天正8年4月24日、広瀬城を正勝と火星で攻略して、城主、 うのしげきを打ち取った。この功により、火星には月毛の名馬を、正勝には、長水木が与えられて、初めて城主となった。その後、針馬を平定すると、秀吉は黒田官兵衛の助言に従って、姫路城を本拠として改修し、正勝にも針馬立の城5万3000国を与えた。同年、秀吉は、正勝の娘と、黒田義隆の長男。 松千代丸との婚約を成立させ、左右の重心の結束を固めた。天正9年、稲葉鳥取城攻めにも従軍し、城を包囲する寄せ手に入った。吉川教家は、当初しばしば兵を出して挑発してきていたので、秀吉の命令で、加藤清正と正勝で絡めてより強襲したが、これは待ち伏せにあって撃退された。5ヶ月続いた、牢場期間中。 政勝は、吉岡城、大崎城、六谷城の公有を進言して、これを下した。吉川元春が、法規国に侵攻して、南城元継の羽衣岩城と、小賀元清の岩倉城を攻めて、京井への雪辱を果たそうと馬山に、排水の陣を敷いた際には、秀吉は、政勝と、荒木茂県を派遣して、羽衣岩城への領土を確保させたが、 正勝は、死兵と戦うふりをとき、結局、秀吉は軍を退いて、決戦を回避し、領城には応戦せずに剣守に徹するように指示した。同年11月、秀吉は、信長の許可を得て、淡路遠征を行った。摂津国尼崎の池田之助が、岩屋城を包囲したので、由良城の暖かきおやすは、秀吉の陣の正勝と、 生き中児とに投降を申し出て、秀吉及び信長に取り付かれて許可されたので、淡路勢は降伏して諸城が解状した。正勝は、名代として岩屋城を引き取ったが、この城は池田領となり、橋場領となった洲本城は、戦国秀久に与えられた。天正十年三月、正勝と黒田義高は、小早川高景の水軍の将であった、の見宗勝。 元の部を調略したが、失敗した。4月より、備中高松城の戦いが始まるが、この時も二人が、清水総治の人中へ死者として訪れて、交友ううさせようとしたが、拒否された。しかし長期包囲、水攻めに急した毛利勢は、最終的に、清水総治、月生、南馬胸忠、末金神河の切腹と会場で和睦を図ることになって、6月3日、 それ以外の城兵の除名を秀吉に取りなしてもらうための書状が正勝と杉原家継の元に届いた。秀吉がこれを許して翌日に四名が切腹した。ところがこの二日前に本能寺の変ですでに信長は非合の死を遂げており、通説では三日夜に秀吉はこの事実を知って情報が漏れぬように正勝に伝令の死者を監禁するように命じ、続いて 各方面から来る伝令は陣中に入れずに途中で迎えて追い返させ、秘密の保持を厳明したという。秀吉は、正勝と義高に暗黒寺家系と協議させて、毛利氏と聖子を取り交わして和睦を成立させると、5日には陣を引き払って中国大外しが始まった。姫路城に帰還した秀吉は、正勝に命じてべての近隣米国を、 家臣それぞれの治療に応じて分配させた上で、山崎の合戦に臨んだ。合戦においては勝勝は秀吉本隊の一員として、戦い、今田種本と共に先行を挙げた。戦後、正勝と黒田義隆は、毛利氏との取り次ぎ役も務めた。本能寺の変の直後に締結された毛利氏と小田氏との和睦に後過酷活情という条件が含まれていたため、 秀吉と毛利氏との関係の再構築は難航した。両名は、暗黒自衛系、林修長らと接触を重ねて、約3年かけて境を確定させたが、この間、正勝は三度中国に下校して、この退任を、抹うした。大正2年3月29日に除幕した、徳島城市公園にあった、八塚正勝の銅像。太平洋戦争中の金属教室で溶かされて、 現存せず、現在は、火星像に変わっている。清須会議の後、織田家宿老、柴田勝家との争いが勃発した。天正11年3月、勝家出陣の知らせによって、伊勢国の滝川和増の攻撃から、長浜城に戻った、秀吉の軍、13隊中の9番隊が、八須賀隊であったが、正勝本人は前述の毛利氏との折衝があって、 をを離れることが多く、よりき、赤松裕秀に隊を任せていた。四月の静ヶ岳の戦いの当日はまさか勝も、秀吉本人に控え、直接活躍する場面はなかったが、追撃で北陸に進んで、小山城の城兵を説得して降伏させた。その後、長島城で牢城を続けていた、勝増のもとに派遣され、病台として彼の投稿を受け入れて、 滝川領の織田信夫への受け渡しを統括した。また秀吉が本拠を大阪に定めて、同年9月に大阪城の築城を始めると、その不振にも加わった。天正12年、前年より病であった杉原家継はこの年の秋に死去するため、正勝が家中における筆頭閣の老人となった。正勝は大阪城のすぐ側である老岩に、 新しい邸宅を与えられ、側近として、毎日途上したので参勤料として、丹波、河内のうちに五千石の領地をあてがわれた。他方で、大阪城勤となる前から、所領の立野の経営は、火星が取り仕切っており、前年夏以前にはすでに家督を譲っていて、八す掛け当主は引退した。同年の徳川家康、織田信夫との小牧長久手の戦いの際には、 正勝、カツ、親子は、大阪城留守居となった。戦後、秀吉は修復された、総部城に、正勝を、縄政城に、ガ毛ウ里を首相として入れ、長島城から、桑名城に移った信を圧迫して、講和を受け入れるように仕向けた。天正13年3月、秀吉が内大臣宣言を受けたのを機に、正勝も、朝廷より十四位下の官位を賜り、 修理大部に助任された。同じ頃の奇襲性伐において火星は大きな手柄を立てた。他方、大田城に牢城した大田左近は水攻めにされて、兵糧も尽きたので島田新三郎を使いとして、真っと前の長安の元に送り、首謀者36名の命と引き換えに、一期税と婦助士の除名を嘆願して、秀吉に許された。 自害した者たちを葬り、首塚で弔ったのは、正勝とされる。次は、四国征伐という段の前に、秀吉は、前田源威を使わして、戦勝の赤月には正勝に、阿波一国を与えるとの内容を示したが、すでに年六十にして、隠居のみであり、大阪にあって、秀吉の側近として使えることを望んでこれを辞退し、代わりに、所領は、 この火星に与えられることを希望した。5月、四国税目では、正勝は、目付として出征した。火星、黒田義太から春間勢は、浮北秀家を章とする、備前勢と合流して、佐抜キや島に渡り、佐抜を制圧。ついで、阿波国に進んで、津城を行為し、正勝が、登場切神を説得して、城主東上手、登場関の兵衛を降伏させた。 さらに、総大将、橋場秀長と共に、一宮城を包囲した。小早川隆影、吉川元長らと連絡をつけるために、正勝が伊予国に行っていた七月に、秀長は、首相、谷正清氏に、白事情に赴いて、長祖壁元地下を説得するように進め、それによって和議が成立した。論功交渉によって、阿波一国は火星に与えられ、 阿波のうちの一万国は赤松のりふさに与えられた。辰野城は福島正則へ与えられた。11月頃、家政は八塚市の老頭家臣を連れて阿波に入国し、秀吉の指示により伊山城を破却して徳島城を築城した。万年山墓所の八塚正勝の墓天正14年になると、正勝は病に伏せるようになり、京都で養生していた。 一旦、回復して、大阪に帰るが、ほどなく、5月22日、老眼の邸宅で死去した。去年61。法名は福寿因伝舞匠作四品領位は、清縛り大古寺。遺言によって、隠居領として与えられていた五千国を、豊臣家に返還したので、秀吉は、性質のために、河内日置に千国を与えた。火星によって、泣きは、 呂岩の龍雲山安住寺に葬られた。安住寺は、もともとは、美濃国厚み群京島の古刹で、平乱で荒廃していたために、真っ逆つが、大阪の道地に移し、出家した、石川伊勢守るおかさんとして再興したものである。道寺は、慶長19年の大阪冬の陣の際に消失し、戦後の大阪城の拡張工事のために、同じ場所には再建できなかったので、 火星によって四天王寺の脇に移動されて、これが国音寺となり、正勝の墓も改装された。しかし国音寺も明治になって、廃寺となり、墓地は天水寺の管理となった。これも、蜂須家家とゆかりの深い寺で、徳島藩二代藩主、蜂須忠秀の側室、天水院の菩提寺である。正勝の墳墓は、大正14年に、徳島県有志によって修復された。 さらに戦後の昭和46年に徳島県徳島市美山町の万年山に移されて改装された。火星は阿波徳島にも高岩山福寿寺を築かせたが、これは後に会合して大,大山狂言寺となった。このため、正勝の墓所は現在は徳島県徳島市の万年山にあり、遺廃所が火除人町の狂言寺とされている。この他火星は長郡大原村に、 吉明さん、桂国寺を建て、事業二十国を与えて、正勝の母提を弔わせた。また、高野山の奥の院にも阿波徳島八須家墓所があり、歴代藩主の墓がある。出身地である、愛知県天市、八須賀の池鈴山蓮華寺にも、火星との合同墓碑が後年作られている。ありがとうございます。